ちは、ごまプリンです。真鶴半島の先端に三つ石という3つの巨大な岩が突き出た海岸があるんですけども、その湯河原寄りの沖合がこの日の場所になります。でこの日はね、結構風が強くて半分式かなと思っていたんですけれども、三つ石を越えるとベタナギという絶好のイカスポットがあるようで、真鶴から小田原のイカ船がここ湯河原沖に集まっておりました。で驚いたことに、相模湾の中でも西と東とでは流行りが全然違うようでですね、東といえば丸イカ込みで狙う麦イカはゼロテンションが主流だったりするんですけれども、こちら西方面でゼロテンションをやっている方は一見して皆無でした。で逆に水深が浅い時は手釣りが強いみたいで、小田原の船がこの湯河原沖に着いた時には真鶴の船がすでにバリバリ麦イカの立て掛けをやっていました。で竿師の方に限ってもどちらかというとヤリカザオのような沖のタックルを使う方が多いみたいでございます。さてそんな場所で LT ザオゼロテンションは通じるのでしょうか。まあ麦かにね、正直この丸いかに特化した穂先は必要ないとは思いながらも、まあこれしか持ってないのでですね、ゼロテンションで狙いたいと思います。9本という方が多いみたいなんですけれども、ゼロテンションで高さのある反応を狙うには角数が必要です。でそんなわけで角数は13本、慣れてないくせにね、そんなに針をつけてうまくさばけるのでしょうかというのが今日のテーマでございます。乗った、合わせた瞬間からどしどし乗っていますよ。ところで皆様、デッドスロー巻きとカクカク巻きどっち派ですか。スルメイカに限っては一杯かけさえすればそのイカが吐いた炭で他のイカが狂うから、巻き方に関係なく一杯かけさえすればお祈りするという説が有力ですけれども、個人的にはですね、ルアー気分になれるカクカク巻きが好みです。先に申し上げますと、この回は大失敗です。何が失敗かというと、まず第一に、いろんな方から角を持ちなさいというアドバイスをもらっていたにもかかわらず、それができておりません。二つ目に、角を置く位置が定まっていないことが問題です。どうしてもスルメイカって角にまとわりつくので、本来はイカを1杯ずつ外していかないと再投入で角が絡む傾向にあるんですけれども、なのでイカを1杯ずつ外さない場合は角を置く位置をちょっとずつずらしながら置いていくのが絡まない秘訣だという話でございます。わー、さあとにかく回数をこなして練習ですよ。というわけでこの回は意識してまず角を持つ、そして空角をお尻の方に落として、イカは手前に並べるようにやってみましょう。成功したかな。あらららららら、こうやってイカが重なるとトラブルの元なんですよね。あんまりスムーズじゃないですけど、なんとなく見えてきたでしょうか。うわー、あ、逃げた。や
っぱり麦イカはまだ小さくて柔らかくて足も弱いから丸太ぐりしたくなるんですよね。さあどんどん行きましょう。明らかに濃い当たり。ちなみに多点掛けって毎回できるわけではなくて、まずイカの群れがギュッと固まって、なおかつその群れの芯に仕掛けが入っていないとできないことなので、まずはイカ群れの芯に当ててくれる船長様々なんです。分かる方法があるんですね。ちょっと数えてみましょう。数を数えれば、だいたいお祈りで何杯かかったかがわかるんですね。今回のチェリーはお祈りだ。ツッコミどころ満載と思いますけれども、今回もお付き合いありがとうございました。